吉田さん、今回は「民」というテーマでお届けしようかと思いますね。まあ、それはね前回「解や多数決」っていう言葉があったんでそこから派生して広げてこの「民」という漢字にしたんですけども民ってのは要するに国民であったり市民であったり県民であったりまさに人々のことを指しますけどもも虜ともとはこれ「民」っていう言葉の語源ですけどもあれはね目に針を刺して見えない状態にした。 それを肝心にしたのが民っていうね、まあ、恐ろしい成り立ちなんですけども戦争で人を捕らえてきてそしてね民奴隷にする時はあの目を見えないようにしてそして拘束してですね働かしたり強制労働したりなんかいろいろとやったみたいなんですよでそれが何でね今にも引き継げられてるかっていうとまあこれは都市伝説になってくるんですけどもほとんどの人はいい悪いの判断がつかないまさに右郷の衆だから 見えてない人たちつまりは民なんだっていう言葉を、まあ、込めてですね国民市民県民っていうふうに使ってるらしいんですよまあこれは都市伝説と思いますけどもでもちょっと符合することがあって怖いですよねで会議で多数決っていうのはどういうことかっていうとそもそも民主主義っていうのは少ない意見を多数派に変えていく活動のことを民主主義っていうんですよねだから会議で10人いて9人が同じ意見1人が違う意見を言ってるときにその1人がね どういうふうに他の9人に分かりやすく物事を伝えることによって、あ、なるほど、そういうことかっていうふうに気づかせる。まさに目を開かせる、ねあの。目を開かせることによってだんだん気づく人が増えていって、その割合が最初は9対1だったのに2対8になり7対3になり、ついには逆転して6対4になりみたいなね、その過程のことを因子主義っていうらしいんですよ。 だから民主主義は小さい意見に耳を傾ける確かに美しい言葉なんですけども小さい意見にも耳を傾けた挙句結果ですねその小さい意見が大きくなるっていうことをしなければならないんですよね多数派っていうのはもちろん自分の意見が正しいと思ってますからなかなか変えませんからねだから少数派があの手この手で人にアウトプット訴えかけて発信して分かってもらうってことまさにこれビジネスに通じるものがあって こうやって動画発信していても再生数が100だったらね100のうち最初は1人か2人ぐらいしか商品買わないですよね、うん、でもそれがだんだん10人になり20人になりついにはリピート率が8割9割になっていくっていうまさにねあの少ない再生数で稼ぐビジネスはそういうふうにずっと訴えかけることによってだんだん人の気持ちをこちらに近づけていく民主主義の原則が働いてるんじゃないかなと思うんですよ、まあ、そういううい意味で言うと なごむ、和っていうのはみんなで仲良くしようぜっていうのは最初は無理だけども、だん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 と引き込んでいってね、ある一定のフィールドではみんな仲良しになれるってことじゃないかなと思うんですよ。ただしそのフィールドを抜けたら、ある時はライバルであり、ある時は敵でありっていろんなね表情を持っているっていうことになると思いますけどもね。はい、それで最後にね、民主主義の原則なんですけども、全体を100とした時に、全体の51%を抑えれば、この多数派を 主張すするることができるんできんよねつまりは100を動かすのは51の力でいいってことになりますさらに51をもう一つ分割してみると51のうちの26を自分の味方に引き込んだら全体を支配することができるっていう構図になるんですよねそうなると不思議なんですよ4分の1しか勢力を持ってないのに全体を動かすことができるまさに今の民主主義の政治形態そのもんで自民党を支持してる人って全体の 30ぐらいなんですよねもっと言ったら投票率のことを考えたら国民全体の2割ぐらいしか自民党でいいよって言ってないんですよでも残りの8割を牽引して全員100人が100人中自民党の決定に従わなきゃならないって形ができてるのはなかなか興味深いことだなとでこれ裏を返せばねどんな少数野党であろうとも政権を覆す余力があるってことなんですよね、まあ、そう考えたら昨今の 政治状態もなかなかね、面白いですね。今、なんか、年金受給者に5000円あげるみたいなね、なんかよくわかんないこと言ってますよね。<laughs> 年金受給者は、ある年齢の層の中で一番お金を持ってる人なんですよね。その人にさらに5000円あげて、えー、まあしゅ、すぐ5000円使うかってっ別に使わないわけですよ。それこそ、今、1000円がない人に5000円あげたらすぐ使うわけじゃないですか。そうすると経済が回るんですけども、お金を持ってる人にさらに、ね、小銭をあげたところで <laughs>、経済はね、そんなに動かない。まさに、あの、昨年だったかな、総財務大臣がやったように、 給付金を配っても結局貯金に回っただけで効果がなかったっていうのを今度は効果がないことを分かってやるってことになりますねなかなか面白いですねじゃあいってらっしゃい